Eccolo. ちょっと待って。
あれ、そっち。傷つけさせないわ。大丈夫だ、もう子供なんてもんじゃないさ。テネンバウム博士が世話したからな。お願いだから乱暴しないで。慈悲の心はないの？これは驚いたね。最初に彼女たちを化け物に変えた本人からそのような説教をされるとは。君が彼女たちを化け物に変えたんだろ。いいか聞くんだ、君は奴らが持っているアダムなしでは生きられない。それともあのテネンバウムの作り上げた小さな化け物のために自分や私の妻とこの命を犠牲にしようとでも思うか。これを。他にも手はあるわ。これを使えば苦しみから解放される。損はさせないようにするわ、絶対に。ハーベストなの。ありがとう。助けてくれて。正しいと思える道は容易ではないわ。報いは時間とともにゆっくりと見えてくるものだ。辛抱して。俺を押すな。テネンバウは君を騙しているんだ。あいつらは小さな女の子に見えるだろう。でも見た目に騙されてはダメだ。君が生き残りたいのならアダムを手に入れろ。もし君がまたギャザラーガーデンマシンを見かけたら必ず新しいプラスミドを一つか二つ拾っておいた方がいい。もちろん手に入れられる場合だ。80あるから678か、うん、イブThank you.
徴は紛れもないアタム工場だというだけではなく、ほとんど破壊不能だということも挙げられる。肉体がどれほど傷ついていても再生するようだ。だが移植されたウミウシとの関係は非常に密接なものだ。もしもウミウシをハーベストすれば宿主は死ぬ。テネンバームはそれは殺人ではないのですねと言った。むしろ末期患者から生命維持装置を外す方に近いわけだ。これって、か、戻すな。
いるな。バリューサーカスにようこそ。走走走走。約束するよ。5678 5678
どうすんの。同じ役を狙ってたみたいだけど、でも水死体で発見されました。ほっとけばいい。なぜ治療を先延ばしにする。セキュリティ警報解除。ご協力感謝します。どこ持てる。考えたいけど、そうするといつも連中に続くわけなんだ。アンドリュー・ライアンの会社の印象はどうだ。奴がここを作り上げ、死ぬまでここを動かすんだろう。奴は気が狂ってしまったのかもしれないし、権力があだとなってしまったのかもしれない。もしかするとただ単に人間が嫌になったのかもしれないが、どっちにしたって、いい連中は死んでしまった。僕の家族はフォンテイン水産に隠された潜水艦の中にいる。そこで落ち合おう。うん。なんだ。